国道413号と神奈川県道513号分岐点に、ある、重量制限の規制予告。三洋橋は、重量14トン以上の車両は通行できない。三洋橋は、神奈川県相模原市緑区太いの神奈川県道513号、鳥屋川尻線の途中にかかる、アーチ橋。神奈川の橋100線に選ばれている。つくい湖が完成したために、 つくいこ城を横断する目的で架けられた。また、歩道橋として、隣に建設された、三井そよ風橋についても、本校で記述する。三井大橋は、つくいこ建設前に、塩民集落と、対岸荒川集落を結ぶ、全長135メートル、幅3.7メートルの木製の吊り橋であった、塩民橋を、つくいこ建設に伴い塩民橋の代替として、 家境されたものである。テレビドラマ、俺たちの勲章第6話、打て。嵐の解決シーンはここで撮影された。ダンプトラックを運転する悪役の佐々木伊佐を中村正都氏が射殺する。三井聡よ風橋は、歩行者、自転車が三井大橋を通行する際の安全や利便性を確保するため、三井大橋横に建設し2012年5月に開通した。 古道橋である。築陽橋、弁天橋、桂橋、名主橋、三井大橋、三井大橋、城山大橋から、新小倉橋、小倉橋、高田橋から、ありがとうございます。